ホークスの先発は9月3日以来先発復帰の大隣。1回2アウト3塁1塁でバッターは里崎、見逃し三振、ピンチをしのぎました。マリーンズ先発はインフルエンザで18日間間隔の空いた小林弘之。2アウトランナー2塁から国保、センター前、二塁ランナー川崎帰ってホークスが先制します。1対0の2回、ホークスはワンアウト満塁、バッターは川崎。レフトへ、三塁ランナースタート、川崎の犠牲フライで2対0とリードを広げますホークス。2回まで不安定だった大都内ですが、5回までは無失点ピッチング。この6回、大松レフトフライの後、里崎空振り三振。ベニーライトフライで三者凡退です。7回のホークス、ワンアウト一塁、オーティズ、右中間スタンドへ19号ツーランホームラン、貴重な追加点、4対0とリードを広げます。8回からは2番手接通、先頭西岡見逃し三振、その後ランナー1人出しますが大松ライトフライ。そして9回も摂津がマウンド、2アウトランナー1塁で代打平内をレフトフライ。大都内摂津の完封リレーで4対0、マリンズとの3連戦初戦をホークスが取りました。